フランケンシュタインは、1931年、アメリカのユニバーサル映画が制作したホラー映画、メアリー・シェリーの小説、フランケンシュタインの映画化作品、主演コリンクライブ、監督ジェームズ・ホエール。本作は、世界的に、大ヒットし、モンスター役を演じたボリス・カールオフもまた、怪奇スターとして世界にその名を知られた。フランケンシュタイン男爵家の着男である、若き科学者ヘンリーは、 生命創造の研究に没頭していた。ヘンリーは助手のフリッツと共に墓地から盗み出した死体を接合し、彼に恩師であるウォルドマン教授の研究室から人間の脳を盗んでくるように指示する。同じ頃、行方不明になったヘンリーの身を案じる婚約者のエリザベスは共通の友人ビクターと共にウォルドマンの元を訪ね、ヘンリーが生命の創造を行っていることを聞き出す。 三人はヘンリーがこもる、山奥の塔に向かい、彼の実験に立ち会うことになる。嵐の雷光を利用して、高圧電流を浴びせられた死体は生命を得て目覚め、ヘンリーは狂気する。ウォルドマンは生き返った怪物を破棄するように求めるが、ヘンリーは実験を続けようとして拒否する。しかし、フリッツが盗み出した脳が殺人者のものだと聞かされ、戸惑いを感じる。その時、地下室から、 フリッツの叫び声が聞こえ、二人が地下室に向かうと、フリッツは怪物に殺されていた。ウォルドマンは、劇薬で怪物を殺そうとするが、反撃に遭い二人とも負傷する。劇薬を注射された怪物は気絶し、ヘンリーは彼の身を案じて駆けつけた父フランケンシュタイン男爵や、エリザベス、ビクターに助け出される。ヘンリーは、怪物のことを忘れ、エリザベスとの結婚を決意する。 ヘンリーとエリザベスの結婚式が取り行われ、村中が祝福の声を上げる中、塔に残り、怪物を始末しようとしていたウォルドマンは怪物に殺され、怪物は塔から逃げ出す。怪物は村外れの民家で出会った少女マリアと交流するが、不意に彼女を湖に投げ込みで騎士させてしまう。怪物は結婚式の会場に乗り込み、エリザベスを襲い負傷させる。 ヘンリーは怪物を始末する決意を固め、また、マリアの父イルドビクの訴えを受けた市長も村人を引き連れて怪物狩りに乗り出す。山奥で怪物を発見したヘンリーは殴り倒され、風車小屋に連れ去られてしまう。村人が風車小屋を取り囲む中、怪物と対峙したヘンリーは屋上から投げ捨てられて重傷を負い、怪物は村人によって火を放たれ燃え盛る風車。 ゴヤモロとも崩れ去った。フランケンシュタインのポスター日本語吹き替え、初回放送1964年2月27日、ネット、ショック。ボリス・カーロフの演じた、フランケンシュタインの怪物1931年に、魔人ドラキュラを大ヒットさせた、ユニバーサル映画は、ホラー映画、第2弾として、メアリー・シェリーによるゴシック小説の名作。 フランケンシュタインの映画化を企画する。同作は1910年にエジソン社によって映画化されたことがあった。ユニバーサルはドラキュラを演じて怪奇スターとなっていたベラルゴ氏をフランケンシュタインモンスター役にキャスティングしようとした。しかしルゴ氏がセリフのない熱いメイクの怪物役を拒否したため、コリンクライブをモンスターの創造者である科学者ヘンリー・フランケンシュタインとして主演に起用。 モンスター役は脇役俳優だったボリス・カーロフに配役された。完成、公開された映画はスローテンポが特徴だったマジン・ドラキュラとは対照的にスリリングな展開を持つ傑作との評価を受け、前作を上回る世界的大ヒットを記録した。そしてオープニングでモンスター役の俳優名を、とクレジットされたカーロフもまた、 世界に知られる怪奇スターとなった。原作では、モンスターの要望について、大男で極めて醜いことが強調されるが、具体的描写は乏しい。現在、フランケンシュタインの怪物として、一般的にイメージされる、な長で平らな頭部に広くせり出した、額、首から突き出した、ボルトといった要望は、本作において、メイクアップ種のジャック・ピー・ピアースが造形し、 カーロフに施したものである。このピアースの技量に加えて、カーロフによる怪物の恐怖と人造人間の愛観を表現した演技により、モンスターのデザインは世界的スタンダードとなった。モンスターの印象が強すぎたため、創造者の名であるフランケンシュタインが本来名前のないモンスターの名と誤解されて広まってしまったほどであった。魔人。 ドラキュラに次ぐ本作の大ヒットにより、ユニバーサルは1940年代半ばまでホラーのヒットメーカーとして多くの作品を制作する。フランケンシュタインモンスターの登場する映画も本作を含め8本作られた。本作でフランケンシュタインモンスター役に起用される以前のボリス・カールオフについて無名俳優であったとの記述が書籍やネット等でも見られるが、 カーロフは1930年当時のハリウッド映画で4の7番手くらいにクレジットされる重要な役を多く演じており、脇役俳優として一定の評価を得ていた。主演スターではないが、無名との表現は適当ではない。ポール・ムニ主演のギャング映画の傑作、暗黒外の顔役では無に扮する、トニー・カモンテと敵対する、ガフニー役として、 無に、ジョージ・ラフトラと並んで上位にクレジットされている。本作のヒットによりユニバーサル映画はカーロフをモンスター役として2本の続編を制作した。カーロフはそこまでで降板するが、その後もシリーズはモンスター役を変えながら継続される、第5作では第1作で拒否したベラルゴ氏も演じた。その第5作以降、シリーズは狼男やドラキュラなど、 複数の怪物が共演する怪物エンターテインメント的作品になっていく。カーロフは第6作にマットド,ドクターのニーマン博士として再出演している。シリーズ作は以下の通り。フランケンシュタインフランケンシュタインの花嫁フランケンシュタインの復活、フランケンシュタインの幽霊フランケンシュタインと狼男フランケンシュタインの館ドラキュラとセムシ女デコボコフランケンシュタインの巻き。 ありがとうございます。